宇都宮市立日南小学校は、栃木県宇都宮市山と一丁目にある公立、小学校。南門1948年宇都宮市の設置した学校に資税を納めない姿、川村、横川村の指定が通う現状を憂い、横川村内にある本校へ市費を投じることに懸念が、生じ、文庫閉鎖の機運が高まる。姿、川村、横川村としても、 宇都宮市の学校として、存続は冷ややかであり、村の財政状況から学校を引き継ぐことは不可能であった。1947年には8名の文校卒業生が宇都宮市立一条中学校に入学を許可されたが、1948年度は134名と激増したため、受け入れを拒否され、小学校問題は中学校問題とも連動していった。 2月17日には、文庫閉鎖を反対する府警や地域住民など1500名が、文庫から、栃木街道、材木町通り大通りを経由して、栃木県庁、宇都宮市役所まで、デモ行進が行われた。4月10日は、宇都宮市内の小学校の入学式であったが、3月に入っても日南文庫の児童には就学通知は未到達であった。 入学式当日も市側は、問題解決が間近であるから、児童を受け入れを拒否するようにと釘を刺されたが、教育的良心から、文工側は、新入生265人を受け入れた。合併問題を優先させてきた宇都宮市と両村は、学校教育の解決こそ先決と態度を転換した。4月16日、県、市幹部、両村長の4者協議により、 旧中島飛行機の青年学校舎の校舎と敷地の買収が先決であると意見を一致させた。4月27日、日南文校と中学校は、一市に村の組合率として開校することとなった。5月17日、県知事と富士産業社長との協議で、買収費用が400万円に決まり、県が130万円、3社がそれぞれ100万円で、旧青年学校舎、 敷地を買収し、残額30万円で施設修理費すると決着した。通学区域は以下の通りである。君第一公園、美南第二公園。ありがとうございます。